元慰安婦のイオンスさんが10日、イ・ジュンソク国民の力代表と面会し、女性家族部を廃止しないでほしいと要請した。これに李代表は女性や人権を扱う部署を強化するよう努力していると答えた。イオンスさんは女性家族部がなくなれば私たちはおしまいだとして、国民の力のユンソクヨル大統領候補が掲げた女性家族部廃止公約に反対する立場を伝えた。李代表は面会後、記者団に向けて我々が公約した事案であり、細かい検討を経ているため立場は変わらないだろうとした上で、ただ、イオンスさんの言葉は女性家族部が遂行していた支援に支障がないよう願う意味だと受け止めていると明らかにした。李代表はまた、実際、慰安婦問題に関しても、我々が改変する政府組織法体系元ではより実務的で強い交渉力を持つ部署が担当し処理することを期待しているとし、外交的な力量を強化するために、外交部でもこの問題をきちんと処理できればいいと思うし、労働や人権に関する部署の改変法案も強化する方向で進めたいと説明した。